こんにちは。皆さんこんにちは。なんかこっちの目が腫れてる、むくんでるっていうのかな。皆さん久しぶりです。ちょっとね、前髪上げた。最近前髪上げるのハマってるんですけど、なんかショールームで見たら全然なんか暗い、全然なんか思ってたのと違うんで開けちゃいました。なんかね、顔がね今日めっちゃむくんでるんですけど、これの理由は昨日の夜中にカップラーメンを食べたからですなんてことをしてしまったのだろうと。皆さん2024年を迎えてしまいました。みんなは何を食べましたか？2024年は。なんか美味しいもの食べましたか？私は新春特別公演があるのに、その前日31日日付を超えて1月1日の1時ぐらいに普通にお蕎麦を食べました。お餅も食べました。お餅は食べました。お蕎麦でもなんかむくみたくなくてさ、やっぱり公園があるからだからむくみませんようにっていう願いを込めて食べました。でも美味しかったので OK です。年明けネギトロ丼した、最高じゃないか。それはもうそれはいいですね。なんか暗いですね。なんか暗くないですかまあいっか、今さら。ということで、はい、そうです、ナングラです。あ、生誕祭あります。皆さん楽しみです。そう、和田美優さんと写真を撮りました。私から声をかけました。新潟のお雑煮って何入ってんだろう、ちょっと分かりませんね。お雑煮っていうのはあんま食べたことない多分食べたことあるんですけど、いっぱい、ちょっと記憶にはないかもしれないです。はい、初夢で雪の出てきた、やばすぎ。私初夢何見たか覚えてないです。なんか夢って起きたばっかりの時はあ夢見たなって思うけど、ちょっと時間経っちゃうと忘れちゃいますよね。でも私気になって結構調べちゃう派です。そうだ、生誕祭かりんさんのソロコンと被ってるんですよね。皆さんこれは大変です。衣装店で雪の際みたいので書いてきてほしい、いつかいつか。商店マジでいいですよね。行きたいね。眉毛めっちゃ見てしまう。眉毛あんま出すことないから、私前髪いつも長いから、前髪じゃない、まつ毛じゃなくて眉毛、結構初公開レベルであんまり見せないかもしれないですね。新潟県雪降ってるみたいね。積もってんのかな。全く積もってないですびっくりしましたね、私。なんかやっぱり毎年すごい降るから、すっごい降るかなと思って、そしたら全然雪が降ってなくて
むちはあんこ派です。つぶあんです。おお、つぶあん派ですね。私はこしあん派です。マジで雪降ってないですよ、本当に。マジで好きな衣装？あのあれが好きです。今さら道頓堀、あの衣装めっちゃ好き。何をどうしよう、何グラ、難しいですねこれ毎回毎回難しいですね。顔ファンです。嬉しい、ありがとう。顔ファンが一番嬉しいです。みんなありがとう。明けおめありがとう。ハートもありがとう。うわ、なんか美味しそうなやつもあるんですね、このギフトみたいな。ナングラリオピナぶっ飛んでた。マジでリオピって本当に面白いですよ。私結構人生で出会った中でマジでトップ3ぐらいにおもろい。リオピはまだタリーズのココア飲んでる飲んでる、あの飲んでる飲んでるよ。マジで美味しいよね、本当に。みんな飲んでね。なくなりそう。ゆきの TikTok 可愛すぎてむちゃんこ見ちゃう。もういっぱい見てください。いっぱいいっぱい見てくださいね。めっちゃ甘いけど癖になる。そうなんだよ、だからねめっちゃね疲れた日とかに飲むと超しみる。書き初めプキちゃんらしさ全開でよかったよかったです。もう何を書こうか迷わず書きました。初詣行った？初詣行きましたよ。毎年行ってるので今年も行きました。同じところです。今めっちゃお腹ないぞ。っていうか、ナングラーしましょう。ナングラーどうしよう。本当に迷っちゃうよ。今年、なんだっけ、気合の入った抱負みたいな。気合の入りすぎた抱負みたいな。そんなの無理ですよ。そんなの無理ですけど。ちょっとピン取りますね。前髪長すぎ前髪前髪が長すぎるよね。ちょっと前髪長すぎるよね。もうねメイクさんに合ってなさすぎてね、前髪切ってもらえないから。ピン、髪伸びた、めっちゃ伸びた、やばいぐらい伸びましたよ本当に。かゆかゆ、確かに生誕祭の日に切ってもらえた。でもなんか切りたてはめっちゃ短いんですよね。もうほんまいいみたいな。ちょうどいいのは切ってから次の週ぐらいになると良くなるので、ちょっと難しいです。
これは横の毛。ちょっと本当に今のコメントに集中しすぎてね、喋ってなかったね今放送事故です。何にしようかな。かゆかゆ、乾燥でかゆ。どうしようかな。何にしよう。そう、気合の入った抱負って難しいよね。どうしよう。生誕って言いました。おお、ありがとうございます。どうしてプギちゃんなのかな。それは板垣こよりちゃんに聞いてください。初選抜でしかもセンター、これやばいね、これやばすぎ。面白いね、みんな面白いねこれ。抱負を決めるって面白い。もうさすがです。ブキちゃんって気に入ってる？めっちゃ気に入ってますよ。私お話し会とかでユキノンかブキちゃんどっちの呼び方がいいって聞かれると絶対ブキちゃんって答えます。あんまり名前にこだわってないかも。呼ばれる名前あんまりこだわってないけど嬉しい。寝起きに見えるけど正解、もう寝起きでショールームは私は当たり前です。もはやもうみんな言わなくなったよ寝起きって。絶対寝起きじゃんね、こんなんね、メイクしてるけど普通寝坊って感じで。私は本当にいつも寝起きでショールームをしちゃうんです。予定してた時間よりも遅く起きちゃって、みんなごめんなさい。黄金センター、あ、めっちゃいいかも。ちょっとこれに決定じゃん。ちょっとこれスクショしたいんだけど、スクショしちゃった。明るい場所に出る、超おもろい。今日は部屋明るいんですよ、いつも薄暗いからね。確かに今日部屋が明るいから。本当ですか。でも、ね、今日結構初めて喋りました今。全力でファンの人に頑張ってもらう。ひどいよ、半任せになっちゃう。こういうのはとりあえず書くのが大事です。
15分経った。ちょっと鼻かみたいんだけど。かゆかゆかゆ。なんかみんな気合いの頭頭文字？ああ牙何度かみたいな。でもみんなと同じ面白くないですはい、現実的にはランウェイもあり。確かに夏も外に出る。うわーしんどい、とってもしんどい。新潟出身だよね。そうです、新潟出身です。マジでどうしよう、なんか難しい。何グラってみんな本当すごいですね。先輩方ずっとやってるってことですよね。大変だ。今年はできるだけ外へ出る結構ありだけど、気合、私からしたら気合入りすぎてるけど。うわくまちゃんこれありがとう、ハートもありがとう、あだるまもありがとう。毎日ショールーム配信ちょっとやばいかも。だからすごいよね、毎日してる人って本当に。だってさすごいなんですか、なんか体調悪い日とかないのかな。もうそういう日もやるってことですか。コロナの時とか大変ですね。私コロナもなりましたよ、あの前に。あのね2回人生で2回コロナになりました。最近雪のよく外出てるねってみんなから言われるんだけど、そう冬は出るのよ。冬はしかもあの美空父さんに、あの12月24日にデートしたのも私から誘ったんですよ。んチケットとかあんのショールームって、すごっ。お休みチケットとかあるんだ、すごいですね。でもあの年齢制限がなくなってからだったらできそう、毎日ショールーム。私本当にあのマジで12時ぐらいからがおもろいんです。私はこの時間はまだ私じゃないんですよね。そうヨシミン毎日配信でもしてた気がする。あやみもあみあみあやもしてたから、すごいよね。見てるけど私。プキちゃん夜行性だよね。そうです、あの夜中の3時とか朝の4時5時ぐらいがもうすごいですめっちゃ元気。もう今とか夜の6時とかが一番きつい。もう夜の6時とか7時はマジで発狂しそうになりました。もうつまらないって。でも日付超えるとすごいです、やばいです。朝方ですね、一周回って。あやみが毎日配信してるから俺も早起きになった確かになんか推しの生活リズムと合いそう。ユニバーは行ってる前年パス買ったのかな。年パス買ったし、もう元取りました。元取ったからなんかもう満足しちゃって、最近そもそもメンバーみんな行ってないかも。休憩一時期なんか毎日のように行ってたじゃないですか。今は誰も行ってないと思います。今は雪の何パーぐらい、今は8パーぐらい超朝方。そう私超朝方です。もうめっちゃ健康です。はい、だって超朝方人間です。4時5時ってめっちゃ元気。うわ大吉だ
やったありがとうございます。ちょっとティッシュ取りますね。これ DV で隠そう。よいしょ。なんか見て、なんか一本髪の毛出てる。お話し会の時は、お話し会の時はあの普通に 100% です。なんでだろうね、なんかやっぱファンの皆さんに会うとあれです、なんか多分元気になると思う。そうだから公演の時とかもあのファンの皆さんと会う時に 8% は普通にやばいので元気ですけど、なんか一人で家にいる時とか遊び行ってる時とかの6時ってマジでだるーってなってきます。朝方派、朝ごはん食べる？確かに朝方、私でも朝ごはん全く食べない人なんですよね。食べると逆に具合悪くなる人いません？私と同じ人、私と同じ人いませんか？朝食べると逆に具合悪くなるっていう人、私はそれです。何も予定ない日、何時に起きて何時に寝るの？朝の5時半とか6時ぐらいに寝て、次の日の7時とか夜の6時とかに起きます。6時とか7時とか。びっくり。なんかさ、一日中寝てるとさ、なんか一日中寝てるとさ、一日無駄にしたよってよく言われるんですけど、私からしたら寝ることがあのすごい、なんて言うんですか、寝ることが好きなので、あの全く一日無駄にしたと思わないんですよ。そうだから勝手にそうやって人の好きなことをなんか無駄なんて言わないでほしいよって思います。基本3食取らないとダメだよね。でもね、太っちゃうんですよね。公演の時とか衣装が入んなくて、だからお弁当はサラダだけとかです。でも公演じゃない日私めっちゃ食べます。本当にもうイカ水なんで、あのね、ズボンがきつくなるんですよね。だから公演の日あんまがっつり食べてる人ってあんまいないかも。衣装が入んなくなるからね。しかも私衣装のサイズを測った日って、あのマジで一番、世の中で一番痩せてる時に、あの人生の16年間ぐらい生きてて一番痩せてた時に測ってしまったので、あの入らないんですよ、普通の時も。だからきつい、本当にきつすぎてやばいです。きついですって言います。でもそれは自分のせいってなっちゃうので、頑張ってダイエットします。私ダイエットの仕方わかんないんです。でもどん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 衣装がきつくなってくので、だとね、先輩の衣装がマジできつすぎるんですよ。私あの白青の衣装あるじゃないですか、わかるかな、白と青の衣装が、あのの衣装、私シルマミルさんの衣装なんですよ。あのきつすぎて、マジでもうマジできつすぎて、えって、えこれ着て踊ってたのみたいな、マジできつくて、もう本当にびっくりしました。無理やりうっうっとか言ってうっってやりながら着てます。いつもあれを着るときは
本当にもうね、先輩の方が細いんですよ本当に。衣装店とかやばい、そう、そう思うと。そう、私もねめっちゃ細く見えるって言われるんですけど、あのこの腕とかはね私肉がつかないんですけど、これがつかない分顔とお腹についちゃうんで、もう大変、本当に大変です。あの今の公園で着てる黄色の衣装も、黄色のストライプの衣装もきつくて、もうあれだって初日の時とか全然逆にブカブカなんだけどとか思ってたんですけど、まあそれ初日までは頑張りますよダイエットとか。でもやっぱ初日終わっちゃうと公演の後とかによし甘いもの食べようってなって、しかも公演終わった後ってことは11時とか12時に甘いもの食べるから、はあ終わったってなります。終わりました、もうそういうことしてくうちに衣装がきつくなるんです。お金もなくなるしね、そんなことしてたら節約です。春に10期生入ってきたらゆきの先輩になるね。そうですよ10期生、もう私はでもあの10期生が入ってきたとしても何も言える立場じゃないので、あの10期生さんと一緒に頑張ります、そういう気持ちで。顔もシュッとしてるで、してないんですよ実は、これ実物はここは禁止で、うわ、ここは禁止は無理かも。ミソラに少し分けてあげてください。本当にミソラマジで細すぎ、マジでスタイルがいいよね。グラビアも見たけど、ソフトクリームどうも食えんな。そうなんですよ、あの歌いながら、はい歌いながら、ゆき生も配信イベントあったらゆきの見てる予感しか、私可愛い子大好きなんで多分見ると思います。衣装店の卒業ドレスはすごかったね、見たい本当に。さゆきは、さゆきもめっちゃ細いですよってことかな、この話の流れ的に。あのね、さゆきね、あのねいつもねダイエットしなきゃダイエットしなきゃとか言うんですけど、あのさゆきが思ってるほどあの太ってないからって私はいつも思います。でもそれでもさゆきはダイエットしなきゃダイエットしなきゃって言うから、まあ頑張ってって感じです。めっちゃ細いじゃん、だってさゆきだってさ、さゆきを見てさ太うなんて思ったことないじゃん。なのにしなきゃしなきゃってずっと言ってるから。何グラ3ヶ月で5キロ痩せる、やばい、5キロ痩せたら、あんま体重測んないからな人生で、体重なんてただの数字だからね。だからあのね、世の中の女の子に思うけど、あの体重じゃないんですよね、あの見た目、何キロまで減らしたいとかじゃなくて、あのそれ数字だから、ただの、だからあのマジで見た目だと思います、ダイエットは。だって1キロ2キロでもさ落ちたとしても、しか落ちてないとしても見た目がめっちゃ細くなってればよくない？体重なんで別にバレないじゃん、体重計の乗らなければ人の前で。何キロなんて聞いてくる人もおかしいし、人の前で体重計なんて乗らないし、そうむくみとかでも全然違うし、もう本当に、だって私もこのむくみが取れたらもう2キロぐらい体重減ったじゃんねってぐらい、あの結構シュッとしますが、今はむくんでます。理由は夜中にカップラーメンを食べたからです。
これでまた次の公演で衣装がきつくなります。もうこれは自分のせいです。はい。あー、先輩のサイン見たいな。佐伯いつも食欲やばいと言ってるイメージ。確かに。でも私はいつも佐伯とご飯食べてます、そういう時は。100番の時の配信が懐かしい。お、100番の時見てた人すごいですよ、それは。まだ後ろの紙、あの部屋に残ってます、自分の部屋に。うわ、そこで配信したかったな。ね、塩分控えないと。でも塩分大好きじゃんねって言葉。じゃあ方言プッキーも使うんか。なんとかじゃんね使いますよ。え、それ、ええ、それって標準語じゃないんですか。それって標準語じゃないんですかね。なんとかじゃんね本当に使えますか。じゃあ私の抱負はなんかさっきスクショしたやつなんだっけ、なんか忘れちゃったんですけど、ちょっとスクショしたので覚えてます。もうね、私くしゃみが出そうでやばいので終わります。あ、黄金センター、それにしたいと思います。それでは皆さん、あ、いい一年にしてくださいいい一年にしてくださいね。さよなら。あ、ちょっとランキング見ます13位、スイバー中 T さん、ありがとうございます。12位、ミーさん、ありがとう。11位、イナチさん、ありがとうございます。10位、ジュニアさん、ありがとう。9位、野原しんのすけのすけさん、ありがとう。8位、つんちゃん、ありがとう。7位、ともたんさん、ありがとう。6位、たつさん、ありがとう。5位、まつさん、ありがとう。4位、これなんて読むんだろう、 あつしとかありがとう。3位、赤毛のすみほさん、ありがとう。2位、北野大地さん、ありがとう。1位、やすさん、ありがとう。皆さんありがとうございます。確かに大喜利もクソもないですね。あれは大喜利ってマジむずい。メカニャンのドラマもう少しで始まる。そうだ、見たい、早く、マジ楽しみということで皆さんさよなら、バイバーイ。バイバーイ。お腹すきました。